Nice job.
2 3
Come on!
負けたけど負けてねえんだよ。かっこいいことばっか言ってんじゃねえよ。あ、デスマッチファイターはストロングもできる。これ最強タッグだろ。ふざけた子言ってんじゃねえよ。あ、デスマッチだってストロングだって。あ、デスマッチの方がすごい、ストロングの方がすごい。断じて我々が言います。ストロングの方がすごいです。そう、はい、ストロングの我々が一番すごい。はい、負けたんだけどね。負けたんだけど、この野郎。でも、あ、でもマジで負けてないと思う。負けたけど負けてねえや。あ、これ続くからな、うん、おい、あいつらがもし決勝に行って優勝したとしても、あいつらは俺たちだけは倒してないからな、うん、おい、そうだね。そうだよ、負けてない。あいつらもし優勝しても俺たちだけは倒してないから。負けてねえもん。そうだよ。そうだ、そうだ。言いたいことはそれだけです。うん、偉そうにのこ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 言ってんじゃねえよと。BGW にはアストロノーツがいるということですね、野村さん。そうですね。はい、そったらよ、なめんじゃねえぞ、うん、俺その一言だ。俺、おい、カッコつけんなとかなんかいろいろ言ってるからよ。おい、てめえらだろカッコつけてんの。わざわざよ、普通にこっちが挑んでんのに。蛍光灯とかなんだ、おめえら仕込んでたのかわかんねえけど、勝てねえと思ったから仕込んでたのか、バカ野郎。そうか、こっちなんてでもできんだ、この野郎。おら、おい、お前らデスマッチレスラーはな、根底にプロレスレスリング格闘技あるんだよ。でもよ、あいつらには根底にデスマッチはね、デスマッチレスリングはデスマッチファイターにしかできねえんだよ、バカ。なめんじゃねえよ、バカ。その通りだ。勢いとか打撃の強さとか、それは確かにな、あいつらも勢いあって素晴らしいものはあるけど、我々はね、それを越すもの、経験値、技術、何もかも上回ってるってことだな。あいつらの強さとは、強さとかなんとかはよく身にしみたけど、俺は準決勝勝ち上がったからね。でもね、やってみてやっぱり気持ちいいよ、あいつら。気も座ってるし、根性あるし、打撃も重いし、ちょっと久々に頭のネジ 2,3 本ぶっ飛んじまって、我忘れてよ。ちょっと言い方悪いけど、マジで、やっちまおうかなと思ったけど、そう簡単にあいつら、今日はたまたまな、この絶望が決まったかもしれないけど、それは俺の貯金だよ。貯金、長年やってきた貯金がここで出ただけだ。クソだ。
ああでも気持ちいいな。ちょっと血上りすぎちゃって、ああ試合もちょっと一生失神仕掛けてたけど、まあ今日はちょっと気持ちよかった。出したってことはあいつらなりの挑発だろ。いいよいいよ、どんどんやれやれ。何でも受けてやる。負けんだから、どんどんやれや。ああ、そう。